こんにちは、島津です。今日はですね、胸が垂れない方法っていうのをお伝えしたいと思います。なんで女性向けの話なんですね。胸が垂れない方法をおしゃべりする前に、なんで胸が垂れるかっていう話をしていきたいんですよ。まあ、それを改善すればうまくいきますからね。胸っていうのは、これ大胸筋だと思ってくださいね。大胸筋って胸の筋肉です。大胸筋があって、そこに胸がつくわけですよ。こういうふうに。で、どういうふうについてるかっていうと、クーパー筋、あ、ごめんなさい。クーパー靭帯って言われる、まあ、靭帯の一種がここに、あるわけですね。靭帯がこうあると。まあ、数は、ちょっと、今正確に書きませんけど、クーパー靭帯。で、クーパー靭帯があって、ここにですね、小葉って呼ばれる、小葉。小さい葉っぱと書いて小葉ですね。いうものがあるんですよ。まあ、こういうのっていうのは、要は、母乳を出すためのものなんで、こういうのがありますね。で、小葉とかがあって、で、そっからですね、乳腺がつながってるわけです。乳頭に向かって、いいですか、まあ、こういうふうになってたりするわけですよ。ちょっとこれイメージなんでね、あれですけど。で、ここに乳頭があるわけですよ。乳頭分かりますよね、乳頭。で、これが乳管。この線が乳管、小葉からつながってる、これが乳管と言われるものです。ちょっとこの辺がよくわかんないと説明ができないんで、一応前提知識だけお伝えしますけど、ですね、激しい運動とかすると、乳房が揺れるじゃないですか。そうするとね、これが切れちゃうんですよね。切れちゃうんですよ。で、靭帯っていうのは切れたら基本的に元通りにならないんで、こうやって引っ張ってるものなんで、靭帯っていうのは。これが切れると、こういうところが、ダラーンとなってきちゃうわけですよ。そうすると、全体的におっぱいが下がってきちゃうわけですね。どん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 下がってきちゃいます。ダラーンと、おばあちゃんみたいになってきちゃうわけですね。こうやって。なんで、まずこのクーパー靭帯っていうのを切らないっていうのがポイントです。一つ目のポイントは、クーパー靭帯を切らない。クーパー靭帯、ちょっと名前、あれがわかんないですけど、字が。クーパー靭帯を切らない。じゃあ、そのためにどうしたらいいかって言ったら、やっぱり激しい運動するときっていうのは、普通のブラつける方いますけど、ブラジャーをスポーツブラにしてください。普通に。そしたら、これ全体をしっかり固定してくれるんで、普通のブラよりかは。なんで、クーパー靭帯切れにくくなりますし、それがあったらおっぱい垂れにくくなりますって話ですね。で、二つ目いきますよ。今のはクーパー靭帯の話。で、二つ目。とは言いつつも、まあ、この乳腺とかっていうのは、大体30代後半ぐらいになってくると、役割を終えてくるわけじゃないですか。30代後半になってくると、そうだん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 。そうすると、やっぱ張りがなくなってくるんですよ、全体の。だから、全体の張りがなくなってくるのは、もうこれしょうがないです。ただ、だからといって、なんとかできないわけではないです。それがここですね。大胸筋。大胸筋を鍛えることによって、大胸筋っていうのは胸の、基礎的な部分を作ってる筋肉なんで、鳩胸の方とかいますよね。まあ、大胸筋がしっかり発達してるわけですよ。なんで、大胸筋を鍛えてることです。二つ目は。そうすれば胸が上に上がってきますね、大胸筋。じゃあ、大胸筋どうやって鍛えるんですかっていうと、まあ、いろんな方法がありますけど、腕立てしたりとかあるじゃないですか。まあ、そういうのは自分ができやすいやつを試してもらったらいいと思います。まあ、筋トレの話です、要は。筋トレですね。まあ、この2つです。これができたら、胸はいい感じでね、垂れなくなってきます。垂れにくくなってきます、少なくとも。よろしいでしょうか。1つ目は、クーパー靭帯を切らないために、ブラジャーをしっかりしたものに変えると。動くときは。それから、大胸筋を鍛える。これはまず基本の二つですね。まあ、もっと言っちゃうと、張りを、
上げるためには、この、なんていうんですか、乳管が、要するに機能をまだ終えないようにすればいいんで、女性ホルモン出したりしたらいいんですけどね、女性ホルモン出すためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱね、恋するとかってすごい大事なんですね。恋する女性は、美しく見えるってよく言われますけど、あれ本当に女性ホルモンが出てて、お肌の張りが良くなったりとかするんですよ。もうこれ、生態的にそうじゃないですか。だって優秀な、変な話、優秀なオスを得ようと思って、体が反応するんですよ。優秀なオスがいると恋するわけですよね。生物学的に言うとですよ。で、その優秀なオスの、子孫を残すために体が反応してホルモンを出すと。だから綺麗になってくるわけですよ、女性っていうのは。だって綺麗じゃないと選ばれないとか、綺麗な方が種の保存をすることに関しては有利になるわけですよね。だからどん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 綺麗になっていくわけですね。もちろん綺麗になっていくためにはホルモンを使うんで、胸の機能をもっと向上させなきゃいけないとか、維持しなきゃいけないってことで、張りが出てきます。よろしいでしょうか。ちょっとこれ3つ目、なんか裏技みたいな話になりましたけど、3つ目は恋です。恋する。もうこれ、結婚されている方だったら、旦那さんでもいいですし、何ですか、してない方だったら、もうどん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 恋しちゃってください。それはすごい大事ですね。なんか前、グラビアアイドルが言ってましたけど、グラビアアイドルは、他のね、自分じゃない人のグラビア写真見て、彼氏がいるかどうかっていうのが分かるらしいです。体の張りで。そのぐらい恋するパワーっていうのは大きいんで、これも意識してください。一つ目、クーパー人体嫌いなこと。二つ目、大胸筋を鍛えること。三つ目、恋することでした。よろしいでしょうか。女性にはいつまでも綺麗にいてほしいなって思ってますので、すべての方にですよ。ぜひ参考にしてみてください。では、失礼します。お役に立てれば幸いです。では、失礼します。